大谷、味方までも絶望させる。エンゼルスの大谷は27日、本拠地ホワイトソックス戦に、2番投手で先発出場し、3打数3安打2打点と爆発。7回途中1失点で降板した大谷はその裏の打席で、この日2本目となる28号ソロを左翼席へ叩き込んだ。沸き立つエンゼルスベンチ。そんな中、女房役のボラックは顔を両手で覆った後、頭を抱えて信じられないといった様子を見せていた。同じチームと思えないリアクションを見せた同僚に対し、実況席は、あの顔はホワイトソックス側で見られるべきものだと伝えた。どこかで聞いたけど、大谷が降板した後、ボラックが大谷に、俺たちが援護点を取ってやると言ったら自分で援護しやがったと語ったらしいぞ。その驚きのポーズだと思うわ。それって9号スリーランの話だっただろ。レンフローの話じゃなかったか？本当にボラックが言ったのか？それ言ったのはレンフローや。虫を追い払ってホームラン打ったのいつだっけ？もうだんだんわけがわからなくなってきた。大谷の言動がニュースになりすぎてみんなバグっとる。大谷は前科ありすぎだろ。捕手として100球以上大谷の球を受けてたからこそ出たリアクションじゃないか。あれだけエグい球を投げ続けてその後に片手でホームラン打つのかよってことだろ。102球投げたってのはやっぱすごいな。他の投手はそんだけ投げたら回復に徹するぞ。投手が神経もすり減らしてるのをボラックは知ってるんや。体力的にも精神的にも異次元なんよ。今になって毎日思う。憧れるのはやめましょう。大谷自身が全野球選手から憧れられる存在だろ。大谷に憧れるのを止めてもこいつは超えられないと感じるな。WBC で大谷のあの言葉を聞いた侍たちは、俺らが憧れてるのはお前やとツッコミを入れたかったんや。次の WBC ではトラウトが試合前に憧れるのはやめましょうって言うかもしれんな。このチャンネルでは大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るのでよかったらチャンネル登録だけお願いします。